キャスウェル軍はアメリカ合衆国ノースカロライナ州の中央部北に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は23,719人であり、2000年の23,501人から0.9%増加した。軍庁所在地はヤンシービル町であり、同軍で人口最大の町でもある。キャスウェル軍は1777年に、 オレンジ軍の北部が分離して設立された。軍名は1776年から1780年まで初代ノースカロライナ州知事を務めたリチャード・キャズウェルにちなんで名付けられた。リーズバーグが最初の軍長所在地だった。1792年、軍の東側ほぼ半分がパーソン軍になった。この分割後、軍政府は新しい軍の中央に移され、 その新しい街ははじめキャスウェルコートハウスと呼ばれていたが後にヤンシービルに改名された。キャスウェル軍は多くの政治指導者を輩出した。バートレット・ヤンシー・ジュニア、アーチボルド・デボー、マーフィ、ロミューラス・ミッチェル・サンダース、ベッドフォード・ブラウン、カルビング・レーブス、ジョン・カー、ジェイコブ・トンプソン等である。一時期ではノースカロライナ州の立法がべて、 キャスウェル軍選出の議員を通じて方向付けされるとすら言われた。その例として、バートレット・ヤンシー・ジュニアが1817年から1827年までノースカロライナ州上院議長。この同じ期間の一部はロミュラス・ミッチェル・サンダースが下院議長だった。スレード一族が明るい旗箱の養情報を発見したのがキャスウェル軍であり、これによって、 タバコ産業を革新し、地域に大きな富をもたらした。地方紙のザ・キャスウェル・メッセンジャーは85年以上の歴史があり、現在はオンラインのサイトを運営している。アーウィンテキャスウェル・軍ミルトン、1940年撮影軍庁所在地のヤンシービルには、ウィリアム・パーシバルが設計した南北戦争前の軍庁舎など、 1830年から南北戦争までに建てられた23の建物があり、歴史博物館やヤンシー邸などがある。毎年2つの大きな祭りを開催している。ブライトリーフ・ホーダウンとスプリング・フリングである。ブライトリーフ・ホーダウンはヤンシービル中心街で9月下旬の1日、屋外で行われる祭りである。5000人以上の観衆が集まる。 スプリング・フリングはプロビデンス消防団の敷地で4月下旬、あるいは5月上旬の週末2日間で開催される。ヤンシービルでは、キャスウェル軍公園とレクリエーション部があり、特に子供向けに様々なスポーツと活動を主催している。プロビデンスには契約改革バプテスト協会が所有する大型体育館ザ・ジムがある。日曜夜には、青年のバスケットボール試合が行われる。 チェロキースカウト保留地は、ヤンシービルの南、ファーマーズ湖近くにある。キャスウェル軍は、地域自治体の委員会である、ピードモントトライアド自治体委員会のメンバーである。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は428平方マイルであり、このうち、陸地425平方マイル、水域は4平方マイルで、水域率は0.88%である。 キャスウェル軍は9つの軍区に分割されている。アンダーソン、ハイタワーズ、リーズバーグ、ロカストヒル、プロビデンス、ミルトン、ペルハム、ストーニークリーク、ヤンシービルの各軍区である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。キャスウェル軍の自治体と軍区キャスウェル軍教育学区には幼稚園前から12年生までを教える6つの学校がある。 高校1校、中学校1校、小学校4校である、ピードモントコミュニティカレッジが公衆安全訓練センターに支所を持っている。ありがとうございます。